こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、Facebook のですね、言語切り替えをどうやってやるか、ちょっとチェックしたら、面白いというか何というか新発見がありました。日本語から英語に変えてですね、で、英語から日本語に変えようとしたんですけど、なんと、日本語がですね、2つあることに気づきました。日本語、そして日本語、括弧関西。ね、2種類あります。括弧関西ね、どういう表示になるか変えてみたら、本当かよって感じでね、変更になりましたけど、そうなのかなと思いました。中国語がね、広東語と北京語と、マンダリン標準語とあるのも知ってましたし、英語がブリティッシュイングリッシュとアメリカンイングリッシュと、オージーイングリッシュとか何種類かあるのは知ってましたけど、なんと日本語も、日本語、関西語があったと。そういった意味ではね、他にもあるんでしょうけど、これは、シャレで作ったのか、本当に作ったのかわかりませんけど、Facebook、日本語表示、2つあります。関西の方は、関西バージョンを使うんですかね。あんま見かけたことないですけど、ご参考までに、ちょっと面白いなと思ったんで、シェアさせていただきます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。